皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年5月の20日13時19分、昨日の、そこまで行って委員会を見てまして、まあ、橋本徹さんの方が、まあ、私も以前言ったことあるかもしれませんけども、その夢その使い道ですね。で、牛糞って土と結構混ぜたりするんですよ。で、それが良い肥料や、その、何か農作物を作る土として、かなり有効なものになってきたりするんですけども、そういったものをユメスに引いておいて、でユメスのその、まあ、水の問題なんですけども、まあ、どちらにしてもアスファルトというかコンクリートの工事するわけじゃないですか。でその中で、まあいろんな埋め立て地であるからメタンガスがこう自然発生していて、それをいろんな地点である程度こうその爆発しないように、まあ採掘しておい採掘というか抽出する装置をつけておいて、まあ抽出をしておきながら、まあそこのコンクリート化した上にその牛糞を土と混ぜたものを、まあ置いていくと。でそこで、ね、大阪の夢洲あたりでしたら、まあ春から秋にかけてかなり暖かい方じゃないですか。で、まあ、ビニールハウスとかを利用して、まあ、風温度にもよると思うんですけども、まあ、農作物を作っていただくと。で、これはなぜそういうことを言ってるかって言いますと、まあ、兵庫県の神戸市の隣接するところに三木市というところがあるんですけども、そこの緑ヶ丘っていうところの近くの農家さん、まあ、僕は灯油の巡回販売をしてるときに、まあ、灯油でね、そのビニールハウスを冬場も、温めたりとかして、トマトを栽培されてる農家の方がいらっしゃったんですけども、まあ、ビニールハウス、まあ、そこそこ大きいものです。大きいといっても、一つのビニールハウスで、さすがに奥行き50メートルもありません。まあ、両サイドは、まあ、5メートルぐらいですかね。ただ、そのビニールハウスは4つほどあって、例えば、冬場の、最高気温が、神戸市のその標準的な表記の仕方で、2度、3度とか、そういう日が、4日連続で続いたりとかすると、その灯油の使用量が1週間で1000リットルほど使用してるんですよ。だから一冬でどれぐらい使ってるかって言ったら、もちろん12月とかもある程度使ってます。まあ3、まあ、2月の下旬までが、まあ、それなりに使っていて、まあ、さすがに3月になってくると、まあ、使用量はだいぶ1週間あたりの使用量は減ってくるんですけども、1万リットルぐらい使用してるんですよ。多分1万リットル、まあ、冬場にもよると思うんですけども、暖冬の時とそうじゃない時と、まあ、それぐらい使用されてますんで、そういうところって、例えば僕の家のすぐ近くの、その、まあ、この辺りが田尾寺駅ですけども、神戸電鉄をもう一つ、三田市の方へ向かうと、二郎駅っていうところがあるんですよ。で、そこも、いちごの名産地なんですけども、そこも、灯油のタンクがついてるところのビニールハウスはいくつも見たことあるんですよ。今も稼働してるかどうかはわかりませんけども、まあ、もし稼働してるとしたら、まあ、そこも、灯油大分使用されてる。で、三田市の、まあ、上井沢っていうところの近辺なんですけども、まあ、僕は、河川の撮影、向こう側上流編として、笹山から、三田市の途中まで、撮影してる動画があるんですけども、それは、一時停止押してもらってメモしてもらったらいいと思うんですけども、YouTube 一覧表、自然再生可能エネルギー、河川水門開閉式、地下水流ストレートトンネル回転扉式発電というところの欄の、その向こう側の、上流、笹山口からっていうところなんですが、その辺りの最後の方のところで、やっぱり農家のビニールハウスを見かけたんですね。あくまでも僕はある程度自分で行ったところとかの範囲で見かけたビニールハウスのことだけを言ってるんで、探したらそういうところいっぱいあると思うんですよ。だから灯油の元は石油であって、で、世の中でそういうふうな作り方をされるぐらいでしたら、夢巣で、そういうふうに、
農業を営んでもらって、あとはその、まあ、作り方としてどれぐらいの気温でとかいう部分があると思うんで、もしかしたらビニールハウスじゃないとダメなのかもしれませんけども、まあ、十二分にできると思いますよ。まあ、ビニールハウス、普通のものであれば。だから、本当は、UMS とか今後の埋め立て地とかは、もう人口縮小していってますから、建物小さくなっていかなきゃならないんですよ。だけども、逆のことをしてしまってますから。だからまあ、今回はそこまで一定委員会の方たちと、その橋本徹さんだとか、まあ、吉村知事もそうですけども、今後、その、まあ、維新の会の方たちも、まあ、そういうふうな、農業の仕組みがまだ残ってしまってるっていうことを、しっかりと、理解していただいて、まあ、農業に関してはこうするべきだっていうものをご理解していただけたらなと思います。じゃあその山の中のところの、ビニールハウスを設置していた農家さんのところはどうするのかっていう話になるんですけども、ウクライナでも小麦が作れてるわけじゃないですか。で今現在580万トンほどの小麦を輸入してるわけであって、まあ大体500万トン台ぐらいですね。で日本国内で作ればいいわけじゃないですか。それだけ運んでくるぐらいだったら、それだけの、まあ、ガソリンの消費がある。エネルギーの残存量問題がメインですから。だから、12分山の中で、小麦作ってもらって、で、まあ、農政委員会の方たちと、まあ、この間お話しする機会があって、小麦粉、小麦粉で、ビール用の大麦とはまた違うということでしたので、だから小麦は小麦粉用のその小麦を作らなければならないと、まあ、いうことですので、まあ、そういうふうに、作るものをチェンジしていただく。で、どこで作るかっていうところをしっかりと考えていただく。まあ、こういうわけですね。だから、兵庫県内のビニールハウスでその灯油を使用しながら、まあ、農作物を作られているところかなりありますからね。この辺のところとかもちょっと、まあ、三田の近くまで歩きに行ったら、まあ、いっぱいありますね。まあ、灯油のタンクが併設されているビニールハウス。だから兵庫県で、まあ、僕の身の回りのところだけで、まあ、こんなにたくさんあるんですから、これを兵庫県全体で見たら、これは多分ものすごい数あると思います。で、他の都道府県とかで見たとしても、多分そうだと思いますよ。で、そこを全部、まあ、UMSとか、ああいうふうな埋め立て地のところで、空いている土地のところで、コンクリート引いてから、牛糞って言ってるのは、それは、雨が降った時に、その過去にもね、まあ、河川の底とかにある石とかも利用して、まあ、適当に、間にコンクリート入れて、囲い作っといてもらったらいいんですけども、まあ、高さ15センチか20センチぐらいの、まあ、そこに牛糞を入れるような形で。まあ、そうすればね、雨が降った時に水が外に漏れていかないじゃないですか。だから、水分でそんなに、困ることがない、水を引かなくても大丈夫っていう、この辺のね、農家さんで、僕はこう、河川を撮影しているときにね、こう、農家さんで言ってくれた人がいるんですよ。今、ついでに撮影しとかんとわからんようになるで、って。見たらね、下コンクリートで土入れてないんですよ。で、そこに、田植えしていってるんですよ。で、後から、まあ、いろんなところから、まあ、新しくそれ作ったところかもしれないですけども、まあ、周りがこう、草とかいっぱい生えたりしてますから、こう、自然に風が吹いたりしたら、落ち葉とかが溜まっていくじゃないですか。落ち葉が溜まっていったところから、こう、自然と草とかが生えてるんですね。道、普通に歩いていたらそれ気づきます。で、まあ、そういったものが土に変わっていくのであって、で、ああ、こういうふうな作り方をしてたんだっていうのは、だからそれを動画で撮影しなかったのがすごく後悔で、だからそれするだけ特別水を引かなくても、大抵はそれで、大抵の農作物はそれで作れます。だからまあ、まあ、それがイチゴとかトマトとかそういったものに適してるかどうかわからないですけども、まあ他にも、輸入してる食べ物関係、まあ十二分に、だから埋め立て地、UMSとかの使い道、そこにある
ところの、その自然発生するメタンガスに関してはしっかりと抽出装置をつけておく、で上はコンクリート化しておく、その上に牛糞を入れて農作物、これで OK だったんですよ。であとはまあ農作物を作る地帯として、だけにしておけば特別電車も引かなくてもよかったですし、でまあ瀬戸内海今までの地震の記録の死者が出てる記録とか、僕のホームページ淡井圭介の履歴の97番に、地震の記録、平安時代ぐらいの頃からの内容を記載してますけども、瀬戸内海で津波が起きた現象ないんですよ、大きな津波の死者とか。だからまあその浮島で止まるんじゃないですか、多分そうだと思いますよ。瀬戸内海自体が津波の記録はないですから、津波らしい津波の、でもともとある程度の海との高さまあ大体2メートルぐらいはありますから、どこでも。だからまあそれで良かったんだと思いますよ。あとはその埋め立て地の周り、まあ瀬戸内海のあたりに関しては大阪も含めて、まあ高さ2メートルぐらいの堤防、まあ別にもう 1.5 メートルぐらいでもいいと思いますけどね。それ勝手に魚釣る人が勝手に魚釣って自分で食べといてくれたら、まあ、それでいいわけじゃないですか。ガソリン使わなくてその辺で釣りしてくれるわけですから。まあ今ちょっとそこまで行っていいんかいで、その橋本徹さんがイメスに使い道がないっておっしゃってましたので、まあこちらで言っておこうと思って言っておきました。それと万博に関しては、国、まあ要するに地方政府ですね、最終的な決定権は地方政府が持っていて、まあ国土交通大臣からの指令でも長崎のカジノを、やめさすことができましたから、だからまあ本当は万博に関しては大元をたどると、まあ国連という単位で万博という条約を作ってしまってるっていうことが原因で、それを大っぴらに日本や他の国の政府首脳の人たちも言ってもらって、もう万博なくしましょうこの条約っていう形で物事を進めると、まあそういうような形でいいと思いますよ。もうエネルギーの残存問題がメインですから、すること限られてますから、大社会議とか出し物とかないっていうことになってきます。だからエネルギーの残存問題についての対応策を出せるようなものをテレビで放送すればよいと、こういうことになります。それではまた、もう一度そこまで一点一回見てきます。動画をつなぎ合わせて一つのものに後で加工しておきます。